今度待ってます、ありがとう、いらっしゃい、こんにちは、待っててくれた、嬉しいね、ありがとうございます。さくらちゃんもいらっしゃい、こんにちは。今日もちょっとレッスンが朝から今終わったところでございます、こんにちは、朝霧さん、こんにちは、くーちゃん、こんにちは、ゆくちゃん、そしてまきこさん、いらっしゃいませ、楽しみにしてました、みんなありがとうございます。このリードもやばいんだけど、なんとかなんとか、リードってさ、まあここ来ていただいてる方々、サックスやってる方々ですし、とってほんとね、ローテーション、お、おゆめちゃんこんにちは、ローテーションして使いましょうってことね、よく教則本にも書いてあるぐらい、みんながよく聞いたことがあると思うんですけど、もうね、ローテーションできた試しがないです僕、もうローテーションしようと思って何枚かよ、なんかこうレギュラーメンバー作っても絶対その中のね一番いいやつを使い続けちゃうんですよ。みつさん、こんにちは。ゆうさん、こんにちは。いらっしゃいます。もう本当ね、今更ながらね、ちゃんとローテーションしてみたい。ちゃんとローテーションしてみたい。使えるやつが何枚かあって。ローテーションするっていうことをねやってみたいですね。やべ、大丈夫かな、ね、さあ皆さん、今日もよろしくお願いします。YouTube ライブ、ではスマイル、テリーのテーマ見てみましょうか。
はい、ありがとうございます。1曲目スマイルテリーのテーマ、お送りしました。もう30人以上の方がね、見ていただいてます。今日もいい天気ですね。秋晴れ、むしろちょっと日差しがきついぐらいな感じで、皆さんはどっかもう出かけたりしましたかね。今日うちの近くでお祭りやってるんですよ。ぶどう祭りっていう、収穫祭みたいな結構大きなお祭りで、あのコロナ前だとね、都内の方からもう1日に数万人が、訪れるというお祭りなんですけど、さすがに規模縮小で、そんなに、大勢集まってないみたいですけどね。ちょうどさっきあの埼玉から生徒さんが、レッスンに来られて、せっかく近くでお祭りやってるからちょっと覗いていくみたいなこと言ってます。チャッキータン、初めてライブ来れました、素敵です、ありがとうチャッキータン。普段はですねポコチャというアプリでライブをやっております。スマホアプリなんですけどね、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。概要欄のところに、リンクも貼っておきましたんでね。男は女を愛するとき、
はい、ありがとうございます。さくらちゃんスーパーチャーありがとうございます。パチパチパチ。皆さんよかったらお気軽に質問などありましたら、打ち込んでみてください。じゃあちょっとスイングジャズも行きましょうか。オロビー。はい、ありがとうございます。オロミ。旦那ちゃん初見です、いらっしゃいませ。招き猫いいですね、ありがとうございます。皆さんどんどん気軽にコメントしてください。今夜からですね、移動で、夜行で移動しまして、明日と明後日神戸で、レッスン、毎月神戸のレッスン行っております。もう強行スケジュールなんですけどね。向こうに朝着きまして向こうに朝着きまして、朝9時から夜9時まで12時間レッスンです。そして翌日も朝9時から、帰りの、こともあるんで、それでもパツパツで、9時から8時までか。そうだから1日目12時間、2日目11時間っていうね、
もうパッツンパッツンのスケジュールですけど、神戸でレッスン、そしてタモコンこんにちは、なんだか緊張します。ありがとうございます。レッスンをね、神戸のレッスンと、まあ、自宅でもやってるんですけど、山梨関西から遠い、神戸のレッスンはね、三宮の隣、阪急の隣、阪急電車で1本というか1駅の春日の道のね、春日の道という駅の付近でやっております。で東京レッスンも毎月やってまして、だいたい代々木と渋谷と2カ所で、やってたりします。興味ある方はぜひお問い合わせください。春日の道メモリ春日の道。そして普段はね、あの配信アプリ、携帯のアプリでポコチャっていうねアプリで配信を、やっております。ぜひぜひそっちにも遊びに来てください。東京レッスンは渋谷と代々木、メモメモ。東京レッスンはね、あのオープンチャット作ってまして、あの LINE のオープンチャットで、皆さん入っていただけるようになってまして、そこでスケジュールなんか公開しております。僕のホームページから、飛べますので、見てみてくださいね。では、何行こうかな。ちょっとしっとりと、ユーレイズミアップを行ってみたいと思います。結構クラシカルな雰囲気の曲ですけどね、綺麗な曲。
はい、ありがとうございます。ゆれずみアップをお送りしました。ありがとう。さくらちゃん、あゆみちゃん、ありがとうございます。スーパーチャット、まいまい、いらっしゃい、ありがとうございます。おゆみちゃん、好きな曲です。綺麗な曲ね、ほんと。そう、ポコチャで演奏してますいつもね。まいまい、はじめまして。荒川静香さんが使ってた曲ですね。池さんね、荒川静香さんも一躍あれで有名になりました。つぐさん、素敵な曲ですね、ありがとうございます。ゆうこちゃん、素敵。つぐさん、はじめまして。ペコ、いらっしゃいませ、ありがとうございます。皆さんぜひね、お気軽にコメントしてください。ではリクエストを受け付けます。ぜひ、我こそはという方は、知らない曲はあの YouTube で音源を流しつつ、なんか適当に合わせてみたいと思います。ぜひぜひ。ではお、イングリッシュマイニュー。これ、じゃあちょっとオリジナルにかぶせる感じでいきます。メロディーを取ったことがないんで。まあ、星座の講師。ちょっとオリジナルにかぶせる感じになりますか。いってみましょうか。We'll be right back.
とか、ありがとうございます。イングリッシュマンニューヨーク。お送りしました。ありがとうございます。なんか一気にちょっといろいろ増えてるかな。イングリッシュマンニューヨーク、聖者の行進で、そして酒バラ、あら大好きなソプラノおゆみちゃん、絡みのサックスも素敵ですね。カオリンこんにちは、お邪魔します。イケさんアドリブ素晴らしい、ありがとう。カオリン素敵。シャランキューずるいよな、イントロがかっちょいい。そうだねずるい、あのイントロがかっこいいよね。愛もあん、これは曲名なのかな。こんにちは、ダニエルさん、そしてカムカムエブリのテーマ、カムカムエブリのテーマってなんだろう、あのおとなしいやつかな、ピアノなんだろう。朝霧さんありがとうございます、素敵、ありがとう。じゃちょっと聖者の行進、聖者の行進うちの譜面も出てたな確かうちの譜面も出てたなどこだったっけな、あった気がする。あった気がするけど、まあ普通になんかカラオケ音源探すか、普通の、一般的にカラオケ音源あんまり良さそうなのがないな。あんまりこれっていう感じのがないですな。伴奏トラック。ちょっとうちの譜面探すか。どっかにある
ありがとうございます。聖者の講師、ちょっとどんどん曲が出たので、かいつまんでいきたいと思います、やりやすいやりやすいところとか、パッと出しやすいところなんかを、かいつまんでいきたいと思います。さくらちゃんありがとうございました。何がいいかな。アイアムっていうのはこれ曲名のことかな。さっきも言ったけど、マキコさん毎日練習中です、I'll do it 聞いてみたいです。アルトサックスカラオケ音源で検索するんですか。あのアルトサックスじゃなくて普通に、聖者の更新とかバッキングトラックとかで検索すると結構 YouTube にカラオケが載ってたりします。スタンダードジャズのスタンダードダウンとかね結構かっこいいバッキングがね YouTube に乗っかってるんでね、探してもらうと楽しいと思いますよ。ミーシャ愛の形、そして、長井真理子ずっと、さくらちゃん素敵なアレンジありがとうございます。軽快なリズム、気分ウキウキ、ね、やっぱりいい指使いが勉強になります。職場の後輩がトランペット始めて1年でスランプに、前々回のファギーさんから教わった一拍目をしっかり入ればあとフレーズがきつくならないよとまるで僕の教えてるように言わせておりました。これからもパクります。ナイスナイスですね。カムカムのテーマ Facebook に送っときました。マジか。あ、これ曲目ではないです。あ、すいません。ありがとう、ごめんね。うわー、なんか何か届いてる、何かが届いてるらしい。こんなことある？ちょっとこうリアルタイムで何かが届いてるってこんなことある？面白すぎ。すごい時代ですね。すごい時代だ本当に。ヤギさんに頼まなくてもちゃんと届くようになってますね。あれ出てこない。なんでだろう、ドロップボックスが表示されないの。あ、来た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 、来ましたね来ましたね。来ちゃいましたね。なんかあれあれ、これを開くために設定されてるアプリケーションはありません。あ、違う、あれどうしてだ。あ、まだダウンロード中だからか。まだダウンロード中だ。あ、来た来た来た、オッケーオッケー。土曜の午後なのでチューハイ飲みながら見てます。いいですね。あら、2ページにわたってちょっとプリントアウトするのかこれ。これプリントアウトすべきで、今この場でこれをやるのか。この場でやるのか。ここまで来たらやる流れ。僕ね、どんな感じの曲なの。あれスローなんだよね、やっぱり。よく知らないですけど、
カムカムね、結局一回も見てないですね。これか。どっからなってんだこれ。これどっから。これか。これか。これからなってんのか。ちょっとまずプリントアウトしなきゃいけない。どんだけ手間かけて、どんだけ手間かけてんの、ここのここのリクエストコーナー、どんだけ手間かけてやってんの一体。ではちょっとプリントアウトしてる間になんか違うのいきますかね。ミーシャで愛の形やりましたけど、どうしようかな。絡みでいくか、絡みでいってみるか。愛の形、愛の形もね、曲知らないんですよ僕、よくよく知らないんですよ、愛の形。ミュージックビデオからでいいかな。この辺から行くか。何で行こうかな。ソプラノで行こうかな。アルトで行こうかな。どっちがいいかな。ソプラノで行ってみようか。まさかのプロモーションビデオフェードアウトだったまさかの、フェードアウトされました。残念。ということでということで、全然わかんないなこれ。やっぱり知らない。まさかのですね。まあ今プリントアウトしてる
時間の、つなぎということで。なんかいっぱい連符があるな。どんな曲なんだこれ。わあ、なんかこれやりたくないな。これやりたくないな。なんかアドリブみたいになってんのかなこれ。アドリブはアドリブで吹けばいいか。アドリブはアドリブで吹けばいいや。これをこのままやろうと思ったらちょっと初見じゃ厳しい。
はい、ありがとうございます。あ、鍋サダが吹いてんのこれ。鍋サダがやってんのビッグホーンズビート。へえ、そうなんだ、聞いたことない。そうなんだね。ちょっと今度オリジナルも聞いてみよう。全然わけわかんない、ありがとうございます。つぐさん、褒めをありがとうございました。まさかのこのリアルタイムで譜面を送ってもらって演奏する羽目になると思わなかったけど。I'll do it カオリン、ちょっとこれも言ってみるか。アドリブイエイ、ありがとうございます。めちゃかっこよくなるし、イエーイ。ザヒデ、いらっしゃい、こんにちは。ゆうさん聞きたいです。マキコさん、いい曲ですね。アドリブイエイ、ありがとう。カムカムはまるでそなた形式のドラマでした。へえ、そうなんだ。あと深津絵里ちゃんの若作りが自然だったこと。すごいな。毎回腰が抜けます。そうなんだ。カオリン素敵です。すぐさんすごすぎ。おみちゃん素敵。さくらちゃんかっこいい、ありがとうございます。熊本さん、最高です、ありがとう。なんだっけ、I'll do it だっけ。 I'll do it、 どんな曲ですかね、このハラハラします。どっちだ、こっちかな、あ、どっちも一緒か。これでいいのかな、これでいいのかな。これか。お、なんかすごい。
はい、ありがとうございます。こんな感じでいいですかね。やっぱこういう海外のね、こういうビートのかっこいい曲っていいですね。サックスと合いますね。海外旅行の CM で流れてたけど、へえ、そうなんだ。ダイアナキングとナーキ、ナーキは知らないな。コラボ、かっこいい曲イエーイ。あゆみちゃん、まいまい、楽譜音源ありがとうございました。まさかの初見とアドリブ。イーダーシッペとして感謝感謝です。すごいね、大掛かりだったね。大掛かり。ハギさんの辛味食最高ですね。かっこいい、さくらちゃんありがとうございます。サントラに入ってます。つぐさん、ナイスリクエストでした。キャーキャー、かおちゃん、かおりん最高です。つぐさんも、つぐさんありがとうございました。まいまい、まいまいとつぐさんの、絆が生まれました。オレガノ久しぶり、いらっしゃい。カノン、はじめまして、こんにちは、いらっしゃいませ。サックスの萩原です、よろしくお願いします。じゃあちょっとさっきミーシャが中途半端になりましたが、会いたくて今行きましょうかね。かっこいいですカノン、ありがとう。YouTube ライブ、この生でお送りするっていうのがね、また楽しいじゃないですかね。お話ししながら YouTube って一方的に見るだけ、のものだったけど、毎日こんな曲が聴けるってポコチャすごいっすね。そう、あの配信アプリポコチャっていうね、あのアプリインストールしていただくと、ユーザー名検索で萩原隆入れていただくとね、うちのアカウント見れますので、毎日、ほぼ毎日ですね、こんなライブを、やってる場所があります。そんなポコチャインストールしてね、ぜひそっちも遊びに来てください。ここのですね、概要欄、これライブだから概要欄ってちゃんと出てこないのかな。一応ね、そっちにも貼ってあります。ご案内貼ってありますんでね、よかったら、こんなライブで毎日一緒に楽しく盛り上がれると嬉しいです。実際 YouTube からかなり、皆さん遊びに来ていただいてね、遊んでくれてます。リンクがね、リンクが貼ってあります。ここの概要欄、そこのリンクのところでね、ポコちゃんの方に、誘導されると思いますので、ぜひぜひ行ってみてください。コメント欄どこだ、あれコメント欄消えない、やばい、一回出る、あった。会いたくて今素敵ね、会いたくて今いい曲ですよね。そう、配信アプリ、ポコチャダウンロードしておきます。はい、ぜひ遊びに来てください。あのカノンって名前で入ってきたら多分気づけると思いますし、あの入ってきた時にね、あの YouTube から来ましたっていう感じで、コメントいただけると嬉しいです。では会いたくて今行きましょうか。あ、マイマイもありがとう。そう、めっちゃね、あの毎日みんなでワイワイ、あのね、音楽好きな人たちでね、大勢で集まってワイワイするのってね、想像以上に楽しいですよ。会いたくて今行ってみましょう。
はい、ありがとうございます。ミシャで会いたくて今お送りしました。ありがとうございます。さくらちゃん、ナイススーパーちゃん、ありがとうございます。みなかた先生、ミヤミヤさんだったミヤ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 、猫の鳴き声みたいな感じだな。ミヤ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 さん、すいません、ちっちゃい文字がもうごちゃごちゃに見えるんで、ポコちゃんのねリスナーさんたちが結構年齢層高いので年齢層高いのでみんな細かい作業がポチポチこう、タップしたりするのが、まあ目が疲れる、これここ押してんの、これちょっと目が疲れるなって言ってね、結構騒いでた人たちがたくさんいたので、配信初期の頃に、旦那ちゃんナイススパちゃん、みんなうち結構ご高齢の方多いので、すごいいい感じで圧巻、素晴らしい、ありがとうございます。もうローガンズだね、みんなローガンズだねって言って、うちのリスナーさんたちと、ローガンズを結成しまして、じゃあ揃いの T シャツを作ろうってもう2年ぐらい前ですけどね、1年半ぐらい、そしてね、お揃いの T シャツ、このハギローガンズっていうね、この、T シャツを、みんなで着ております。ローガンズですね、同じ、そう、なのでライブとかレッスンとかにね、あゆみちゃんも着てます、おゆみちゃんも着てる、ありがとうございます。みなかた先生、みなかた先生懐かしいですね、これがペニシリンになるものですか、可愛かったですね、綾瀬はるか。かおりん、ポコちゃんのハギさんに会いに行きます、ありがとう。ご本人でもないのについ気になりました。いやいや、こちらこそ、かおりん素敵。そしてさくらちゃん、ナイススパちゃん、旦那ちゃんもナイススパちゃん、ありがとうございます。すごいいい感じで圧巻、ありがとう。かのんちゃんも素敵。オレガノ、以前の YouTube ライブでリードの厚さについて教えていただいてから調整してみました、見たらとても服のが楽になりました。微妙な調整が大きな変化になり本当に感謝です。そうでしょう、オレガノさんね、オレガノさんは確かサックス歴40年、あ違う違う、ブランク40年ブランク40年って言ってたね確か。そして復活したつ、ハギーローガンズ、初心者は、今練習してる曲と調が変わるとプチパニックになります。いつかなれますかね、そうそう、あのね、スケール練習するとですね、やっぱりねスケール練習役に立ちますよ。要するにそのキーが急激に出てきた時に慌てちゃうから、そのスケールに慣れておく。だから例えば今会いたくて今が4つシャープ4つなんで、この曲やるときにはまず4つのシャープのスケール練習、この4つのシャープのスケール練習ね、しておくと、この曲の中で指が動きやすくなると思います。できればね、ただメジャースケールは上がり下がりだけじゃなくてパターン練習って言われるやつね、この音階に対してってこういう感じのねパターン練習、こんな感じのパターン練習ね、こういうパターン練習、をしてもらうと結構曲の実践に近い動きが入ってくるので、そんな練習を入れるといいと思います。ローガンズタイムリーです、オレガノ漢字だったらやばい、漢字じゃ恥ずかしくて切れないよ旦那漢字だったら恥ずかしくて切れないからこうしたんじゃんかサキさんやってくれるとはサキさん、ふむふむ、まあそうです、よく覚えてらっしゃい、嬉しいですねオレガノ。スケールハギーマジックで本当、音変わるオンラインレッスンをまた早めに受けねばー、つぐさんね、1回レッスン受けてくれましたつぐさん、パターン練習メモメモ、頑張ろう頑張って、山梨レッスン、東京レッスン、神戸レッスン、オンラインレッスン、そうそう、こんな感じでね、山梨、自宅が山梨なんで、山梨に来て
くれている方も全国各地から山梨に来てくれます。皆さんね、気持ちは強いですよ。よくね、もうちょっと上手くないと行くのが申し訳ないとか失礼じゃないか、もうちょっと上手くなってから行こうなんていう方いるんですけど、むしろ最初が肝心だったりね、結局よそで困ってる人たちは早く、レッスン受けていただいた方がね、謎が解けます。いろんな謎が、さっきのオレガノさんみたいにね、要するに吹きにくい状態でずっと頑張ってるのはね、無駄でしかないね、時間の無駄だからね。だから各地から、来ていただいたりしてます。で、まあコロナ始まってからオンラインレッスンもやり始めましたけどね。で、神戸レッスン、北海道レッスンはいつ頃になりますか？ごめん、ごめんね、ごめんね、俺かの、左の指がキーから離れずに困っています。左の指がキーから離れずに困っている。キーから離れずに困っている。どういうことだろう。どういうことだろう。九州も待ってます。いやー行きたいですね。キーから離れずに困っています。どういうことだろう。左の指が、早く受けるに越したことはないですね。だってね、楽しすぎるレッスン。一般的にみんなが標準だと思ってるセオリーが必ずしも楽な方法じゃなかったり、必ずしもいい表現ができる方法じゃなかったりします。そのうち海外からもパス。YouTube ライブ結構あちこちの、ね、海外の人が来てくれますね。指がキーから離れないってちょっと意味がちょっと分かんないな。何か補足があれば言ってくださいね。では、日頃ポコチャで配信してますんで、そのポコチャの方でもね、質問なんかいつもね受け付けてます。なのでね、よくレッスン的な配信になったりすることもありますけどね。スケール練習は本当大事ですねって毎度特訓してます。そうそう、絶対役に立ちます。スケール練習はね、やっといて損はないです。やるときはめんどくさいですけどね、いつか役に立ちますね。左の薬指がキーから離そうと、ああそういうことか、そういうことか、ここか、ここが離れない。まあそもそも手全体がこわばってんだろうね。手全体にそもそも力が入りすぎてるね。一つじゃあ皆さんに手のポジション、まあこれ一概には言えないです。プロの方でもいろんなポジションで吹いてる方いますけども、僕が思うにはですね、あんまりこういう手にならない方がいいと思います。こういう手、これ小指とか薬指が遠くなるポジションですね。要するにもっとこうしてほしいんですよ。こういう風に、横から掴むような形で下ろしてきてあげると指に余裕ができますので、でできれば突っ張った形じゃなくてちょっと曲げてほしいですね。これゴムボールを握ってるみたいな感じでちょっと曲げてほしいです。突っ張っちゃうと力入ってコントロールできないので、でしかもこうなると遠いから突っ張っちゃうんですね、自然にね。だからね、なるべくこう下ろしてきて、ある程度曲げた状態で押してください。そしてですね、キーの真ん中押す必要ないですよ。曲げてる場合だったらもう端っこでいいですからね。この縁で全然いいです。ちょっと引っかかってれば十分押せますから。力抜けてる人だったらこう別に伸びてたっていいんですけど、突っ張っちゃって伸びてる人はもうアウトなので、力抜けてる人は別にこういう感じでもいいですけど、軽く曲げて運指ができるならこの縁を押さえると一番効率がいいですね。僕のサックスは縁だけ異常に減ってます。縁だけすり減ってます。このぐらいで十分だと思います。もうこのぐらいで全然十分ですね。このぐらい、これぐらいで、配信アプリポコチャで演奏してます、毎日ね。ちょっと明日から、今日から3日間ぐらいはちょっと配信出張があるんでお休みになりますけども、
フォローしておいていただければ配信が始まった時通知がいきますんでね、おそらく5日から通常に毎日また配信すると思います。ふむふむ、そうなんですね。そうそう、こういうね細かいところがね結構大事なんですよ。であとじゃあちょっとまた、力入っちゃうよね、縁が減るんだ、減る、めっちゃ減るじゃあ長年かけてだけどね、長年かけてだけど、そうなんで練習してみます。楽しそうなのでこの、あと、楽器吹いてみます。うんうんうん、ブランクがすごくありますが恐怖のロングトントン、スキル恐怖のロングトン恐怖の味噌汁みたいな、恐怖の味噌汁みたいな恐怖のロングトン、スケール練習、高校時代の甘酸っぱい、視聴覚室を思い出すそのそろそろローカスですナイスコメント、お勉強になります。いいですね、あのロングトーンってね、そうロングトーンがちょっとここ皆さんロングトーンの意識を変えてほしいんですけど、学生の頃にやってた人たちって強いられるものだったりするんですよ。強制される、お前らロングトーンやれよみたいな、せめて、10分はやれとかね、だからもうなんかロングトーン下振りみたいな音で出しながら違うことしてるとか、最近だったらスマホがあるから音出しながらスマホ見てるとかありそうですけど、ロングトーンはね実験ですからね。あ、脇は締めた方がいいと思います。はい、脇は締めた方がいいと思います。まあ、気持ちよく吹いてる時にこう上がってくる分にはいいですけど、基本的には脇は締めといた方がいいと思います。まあ、そんなにギュッてやる必要ないですよ。まあ、リラックスです。大事なのはリラックス。リラックスポジション。ほんで、あとテナーの場合は、右手をさっき言ったようなポジション取ろうとすると、できるだけ下から行きたいので、右肩がちょっと落ちますね。なんとなく皆さんサックスの、ジャズサックスとかテナーとかこんなスタイルで吹いてる人多いと思いませんか？右肩下がって。あれはね、この肘をなるべく下からこう行く方が手が楽だからなんですね。だからちょっとこう腰がね、傾斜した感じで吹いてる人いっぱいいるですよね。いると思います。ロングトーンは実験。そう、ロングトーンは実験なので、まっすぐ伸びてる最中に、本当にブレなく伸びてるだろうかってちゃんと聞き取り調査をしますね。でちょっと揺れがあったらいろいろポジションを変化させたり、口のこの巻き具合とか開き具合とか寄せ具合なんか微調整して、一番音が響くところと一番安定するところを探すとかね、そういうね、いろいろ長く伸ばして安定してるからこう微妙な変化が聞こえてくるのがロングトーンなんですよ。ただピューってまっすぐ伸ばしてればいいんじゃなくて、変化を聞き取りながら、で場合によっては自分が変化を作りながら、どこが一番いいかな、どこが一番音が美味しいかなっていうのを探りながらロングトーンするのが、このロングトーンのやっぱ醍醐味ですね。だからロングトーンをなんかこう義務感を持ってやるロングトーンならば、まあやんなくてもいいかなっていう感じですね。それ実験だと思ってやってください。奥深い、そう奥深いね、サックスは奥深い、うん、そうすると楽しいですよ、ロングトーンも。ちょっとあとじゃあマル秘テクニック、マル秘テクニック一つ教えましょうか。運指のマル秘テクニック、萩さん、リガチャーの止める位置やネジを締める強さ、締め具合についてもレクチャーお願いします。カノン、初めて聞きました、ありがとうございますね。そうそういうことなんですよ。確かに楽しめますね、お願い、あれお願いお願い。リガチャーのね、リガチャーの位置はまあ標準ということで言うと、やっぱりこの、マウスピースのここの背中の真ん中ぐらいが標準だと思います。そしてリガチャーの締めるネジの強さは、よくうちによそのレッスン受けてた後に来た人で、締めすぎちゃダメだって言われたって言ってグラグラのまま来てる人がいて、いやーこれだから怖いんだよねって、締めすぎちゃダメだって言ってる先生はもう死ぬほど締めてる人を対象に言ってるんですよ。いやーってもう本当にちょっとでもずれたら不安っていう人もいるから、結構強く締める人もいるんですよ。でそういう人に対してはあんまり締めすぎなくても大丈夫よって言うけど、グラグラがいいわけないんですよね。グラグラがいいわけない。
グラグラになると何っていうなるかっていうと、まあもちろんリードが硬すぎる場合はね、ちょっとグラグラの方が遊びができてなんかなりやすくなったような雰囲気になることはあるけど、精度が落ちると思いますね。だから本当はグラグラで吹くんじゃなくて、ちゃんと止めてある状態で鳴るリードを選んだ方がいいと思います。きっちり締めます。そのきっちりが締めすぎると今度響きがガクッと落ちます。だからまあこれは実験ですね。これも実験です。自分で何パターンか強さ試して、まあ、グラグラはなしにして、ちょっと軽く止まっ、ちゃんと緩まない程度にきちっと止まってる程度と、そっからギュギュギュって締めたとこと、死ぬまで締めたとこと、吹いて試してみてください。絶対吹き心地が違いますから。こういうのも実験した方がいいですね。うん。そして、位置が無条件に奥だ、いいって思ってる人が多いです。息が 無条件に奥の方がいいって勘違いしてる人が多いです。奥の方が先端のリードから離れるので、たくさんよく振動して響くんじゃないかなっていうのは完全に間違いです。これは大間違いです。これ間違ってる人多いです。僕も昔はそう思ってましたけど、そう、自分で試すのが一番よくわかりますよ。これもですね、試してください、実際に。おそらく、リードが硬いなと思って吹きにくいなとか力が入っちゃうなと思ってる人は、今よりもリガチャーの位置をなんとこっちにした方が軽く反応します、リードが。これ覚えておいてください。ちょっと固めだなと思ったらこっちにしてください。絶対リードが軽くなるようになります。これがもっとこうあんまりなりすぎてくると、パワーが出ないです。こうなりすぎちゃうとパワーが出ないです。だからある程度自分で吹き比べながら、吹きやすくてパワーが減少しないあたりで探してください。そして逆にですね、へたってきたリード、リードがへたってへにょへにょになってきた時なんかは逆に奥にしてください。奥にした方が、安定します。リードの動きが安定します。これはね、誰も言わないですよ。誰も知らないのか、知ってる人も言わないのか、そこまであんまりみんな意識してないのか、これほとんどこの情報は世の中にないですね。やってみてください。初めて聞いたね。なのでこういうことも含めてですね、いろいろ実験をしてください。実験をして何をするとどうなるかを知っていくと楽しいと思います。マウスピースについている、線に合わせる必要ないですね。あの線はですねあの線はですね、それよく言う人いるんですよ。この線に合わせてくださいって教わりましたって言って、ところがですね、あの線はデザインです。はっきり言います、あの線はデザインです。あの線にリードを合わす線じゃないんです。あれはデザインで入ってる線で、まあたまたま目安になるから、たまたま目安になるから、あそこを指標にしてる人がいるだけで、あれはあくまでデザインです。さくらちゃんワクワクします。いいですね。技法面、について、お尋ねします。僕はフラッターをかっちょよく鳴らせられるように練習してまして、G から G シャープにかけて鳴らしやすく、他の音ではブーンと鳴らしにくいです。何か教えてください。フラッターって、フラッターを正しく認識してるかどうかですね、まず。ゆうななさん、そうですね。あ、ゆうななさん登場。学校みたい、勉強になります。楽しいね。リガチャーの位置調整は初耳でした。びっくり。そうなんです。しかもみんなのイメージと逆なんです。お勉強になりました。得した気分。イエーイ。ハロー、フロームブラ。ブラジル、お、ブラジルの方、ブラジルの方いらっしゃい。ハロー、ウェルカム。イェーイ。デザイン、メイヤーに線あるんですか？メイヤーないんじゃないかな、メイヤー。線ないやついっぱいありますよ。僕が使ってるレイキンも線ありません。ほら、ないです。線なんかどこにもありません。どこにもありません。ありません。ダジャレみたいになっちゃう。親父ギャグみたいになっちゃう。それとハギーさんのフラッターを取り入れた曲聴きまして、フラッターは僕基本的に使わないですけど、フラッターって下でルルルルルってやりながら吹くやつ
ですよね。こういう感じですね、フラッターって。これはちょっとね、ちょっと使いどこがないですね、僕は。だから技術的にできるからといって使いどこがない。クラウドレイキ、正解、正解、そうそう、イエス。クラウドレイキ、そう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 。イエス、イエス。ビンゴ。あ、ミカちゃんいらっしゃい。北海道の方いらっしゃいました。北海道の方、北海道の方いらっしゃいました。これ今のがフラッターです。今のがフラッター。ちょっとね、ちょっと僕は使いどころがわからないですね。リガーチャーの位置を変えて音を出してみるということですね。そうそう、リガーチャーの位置を変えて、どの辺がどういう響きになるか試してみると、まあ、これがね、あまりにも鳴らない人、感じで、まだ全然リードがちゃんと鳴らせてない人は、ほとんど違いがわかんないと思います。リードがしっかり鳴ってよく音が出ている人ほどこの違いがよくわかると思います。リコーダーの時、右と左の手が逆で吹いていたので、今今日それはやばいな。逆で練習してたんだ先生。よしから昨日聞いてきました。イエーイ、ミカちゃんいらっしゃい。ようこそ。フラッターはちょっと取り入れてないですね。僕はグロートーンを一番使ってます。グロートーンっていうのは声を出しながら発声するやり方ですね。もう皆さんおなじみの音がグロートーン、かっこいい、はい、皆さんかっこいい、はい、一斉に、はい、皆さん一斉にかっこいいはい、今かっこいいっていうところですよ、皆さん、かっこいい、ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。はいはい、皆さんかっこいい、はい、皆さんかっこいい、かっこいい、かっちょいい、応用編かっちょいいきました、ありがとうございます。おゆみちゃんもかっこいい、ありがとうございます。かっこいい、ありがとう、カノン。旦那ちゃんかっこいい、ありがとうございます。かっこいい、ありがとう、レガノン。かっこいいせーの、かっこいいありがとうございます。これグロートーンって言います。かっこいい。通信の時差がありそうで、あ、かっこいい、来ました。ライオンマさん、ミサさん、ミサさん、かっこいい、来ました。かっこいい、棒読み、かっこいいもっとアピールしなさいよかっこいい、かっこいい、あ、かっこいいね、かっけー、ありがとうございます。グロートーンっていうのは声を出しながら、発声します、発声しながら発音しますね。グロートーンはですね、声を出すと音止まっちゃうよっていう人も多いです。逆にこっちの音出そうとすると声が止まっちゃうよっていう人多いです。いかに両方を同時に出すかっていうのがね、大事ですね。かっこいい、ありがとうございます。GC さん、いらっしゃいます。で、あのダミ声みたいな音になるでしょ。あのノイジーなダミ声みたいな音になるでしょ。あ、音詞の秘訣教えて。あ、さっき途中になってたね、必殺技。ちょっとグロートーンの話ちょっとだけ触っときますね。ダミ声みたいな音になるんで、そもそもって声を出そうとする人がいますけど、声は普通でいいです。あ、カズタさんのフラッターに憧れてるんです。あ、カズタさんのフラッターじゃなくて、なんだっけ、ファズでしょ。ファズトーンですよ。カズタさんとかデビッド・サンボーンが使ってるのはファズトーンです。音が割れるやつですね。フラッターではないですね。どうですか。このリードじゃ出ないな。このリードじゃないな。ファズトーンっていうのは、同時に和音が出るんですよ。和音が出る音なんです。まあ言ったらリードの限界を超えてノイジーになって。普通なら綺麗に1個の音が出るところが、ちょっと音が潰れた感じでうーん、うやーんってなってるのがファズトーンですね。
ファズトーンは空気圧のかけ方とかポジショニングで出す感じです。グロートーンは声と混ぜて出す感じです。ファズですね、ファズで検索するといろいろ出てくると思いますね。そう、勝田さんといえばファズトーンですね。うん、僕はあんまりファズ使わないんですけど、あのリードのセッティングとか高い音の圧力のかけ方によって、ファズが出たりはします。いろんな未知のトーンがある模様和音も出るんだ。和音、そう、和音って言っても綺麗にハモる和音ではなくて、あの複数の音が同時になってるっていう感じですね、リード1枚で。グローの場合は複数の音を声帯とこっちと両方で複数の音を出してるっていうことですね。要するにどっちも不協和音みたいなものが出るっていうことです。だからどっちかです。よく使うのはどっちかって人が多いです。僕はグローを主体に使ってます。勝田さんはファズを使ってます。だいたいどっちかに自分のメインを使ってる人が多いですね。何せ用法が同じようなところなんでね。グローとフラッターの違いがいまいちわかんないです。グローは本当にリード単体で出してます。リード単体で圧力のかけ方とかで音が割れた感じになります。なんか出ないかな。今のがファズトーンです。今のがファズトーン、今のがファズトーン、あの複数の音が同時になってる感じのね、フギャーンっていう感じのあれがファズトーンです。そしてフラッターは下でルルル巻き舌です。巻き舌でルルルってやりながら吹くので、下のこのダダダダダダダっていう連続的な高速タンギングが生まれるので、すごく濁った感じになります。これはフラッターは主に金管楽器の方がよく使われます。金管楽器の方がフラッターはよく使われます。これで違いが分かったと思います。すごいね、何でも聞けば答えてくれるから便利でしょ便利でしょ、実演付き実演付きで何でも答えてくれる、便利です。すっごい初心者はとりあえずスクールからだからスクールってね、あんまり教えてくれないんですよ、音のことは。スクールはむしろあの譜面を正しく吹くことばっかりに偏るので、まだフラジオも出したことなくて未知なことばかり。フラジオはだからね、あんまりですね、あんまり使う人と使わない人で分かれます。舌でタララ、そうそう、ルルルができないとできない。かっこいい、本当ありがとうございます。スケール最高。スケールってなんだ、今なんて言った、スケール、今なんて言った、なんかどこにスケールって出てきた。勝田プロのあの技法はファズだったんですね。そう、レクチャーありがとうございます。スケールって音階のことだよ。スケールは、あ、スクールではなくスケール、あ、スケールは音階のことね。音階のことでスケールっていうのは。でスクールは、あ、スケール、あ、そうか、スケールからですねって言ってくれたのか。そうかそうか、俺が読み間違えたのね。そうかそうか、そういうことか。そうそうそう、スケールから、まずはスケールから、スケールいいと思います。でさっきちょっと言ってた指の超小技の必殺技、そう、レッスンでは教えてもらえないことばかり。そう、普通にレッスン受けると、音は最初だいたい一般的なちょっとあのひどいちょっとひどい教え方って言ったらな、雑な、ちょっと雑な教え方だとはい、巻いて噛んでください、巻いて噛んでくださいって言われます。巻いて顎の力で噛むわけですね。巻いて噛んだら絶対音出ます絶対音出ますから、簡単に音出せるんで、まあ雑に教えるのは楽ちんでいいですね。はい、巻いて噛んでください。でプーって音鳴ったら、オッケーです、バッチリです、はい、じゃあこのメロディー吹いてみましょうって言ってもう巻いて噛ませて音出せたら、その後音のことを言われなくなっちゃって、もう出せてればいいですよねっていう感じで、あと延々と譜面のことをやられます。譜面が吹けて、
あーすごい間違えないで吹けましたね、はい次の曲いきましょうって、どんどん次の曲いかれる。自分の中では今ので全然うまく吹けてると思ってないのに、うまく吹けてると思ってないのに次の曲もういっちゃうんですか、いやもう十分ですから次いきますよってどんどんいっちゃうんですね。結構ねそれで譜面譜面で音出すのも必死で、ここは噛んで痛いし疲れるし音も良くないって自分で分かってんのに、必死で音出しながら指だけ正しく動かしてるだけで、いやーすごい花丸なんて言ってどんどんテキスト進んでってどんどん曲が難しくなってくるっていう地獄のパターン、地獄のパターンが全国各地で、展開してます。なのでで注意してください。でもしょうがない部分もあるんですけどね、そういう教え方しかみんな知らないっていうのね、まさにそれ悩みでしたね。そうなんですよ。で一般的な吹奏楽もみんな、そんなのレッスンじゃないや、あのねびっくりするようなレッスンがそこら中ですよ。うちはね結構早あちこちでレッスン受けてダメになった方々がよくうちに来るんで、現実的に実際にこんなことをやってましたっていうのを聞くと、まあもう悲惨ですよ。口が疲れちゃうとか口が痛いっていうと、口の筋トレをしろとか言って割り箸とか鉛筆加えてこうやって筋トレしろとか、はぁみたいな嘘みたいな話がいっぱいですよ。でここが切れちゃうような人にはまだ皮が柔らかいから、地獄の使者ですよ本当に、まだ皮が柔らかいから熱くなるまでやれとかなんかもうね悲惨ですよ聞いてたら。それでなんと山梨県内の教室に行ってた人がうまくいかない時にもっと噛めもっと噛めってもう十分噛んでるのにもっと噛めって言われて、もう痛くてしょうがないのに口内炎ができて泣きました。だからそうなっちゃうんだよね。それである日意を決して先生に、先生もこんなに噛んでるんですかって聞いたら、あっさり私は噛んでませんよって言われたっていう、もう世にも恐ろしい話が世にも恐ろしい話が現実にあるんですよ。もうね悲しすぎ、悲しすぎです本当に。下唇味噌汁染みます、悲しいなんてこと。マジですか、そんな先生に当たったら悲惨、本当悲惨です、本当悲惨です。でしょ、もう信用できないですよ。でもみんな教えるプロだと思って信用して習ってるから疑わないでやっちゃうんだけど、唇血だらけになった人知ってますご自身はやらないやり方、そうだからもう線引きしてるんですよ。私たちはプロフェッショナル、あなたたちはアマチュアの素人から大人になってから始めて、大人になってからサックスなんてそんなにちゃんとなんかできないんだから普通はって多分思ってるんだと思いますよ。だからそういう人はこうやって噛んで音出しとけばまあまあある程度いいんじゃないのっていうね、どっかにねそういう気持ちがあるんじゃないかと思います。であとはプラスアルファ吹奏楽部も最初先輩がそういう教え方するんですよ。だから入り口はそんなもんだろうって思っちゃってるかもしれないですね。入り口はそんなもんで、でじゃあ上手くなる人たちはどうかっていうと、そっから自分のやり方を見つけてっている人たちが上達していくので、悲しいですね本当悲しい。リード感赤くなりましたひどいよね本当にひどい、楽しくないよね痛くてね。でうちの生徒さんがたまたまスタジオでサックス持ってる人と勝ち合って、あれサックスですかって言ってお互いちょっとサックスで嬉しくなって、一緒に練習しましょうって言った時に、うちの生徒さんはその時まだ1年ぐらい、でそっちの方は5年6年やってた方で、それがですね一緒に吹き始めたら、うちの生徒さんはずーっと吹いてる、でもう一人の方はもう10分ぐらい吹いたら口痛くて吹けない、あちょっともうちょっと今日厳しいかななんて、でちょっと休憩してまたやりますなんて言ってたけど、うちの生徒さんの音があまりにバカでかい音がバンバン出てるので、もうちょっと今日はやめときますって言って吹かないでやめちゃったみたいですけどだからね基本もみんなすごい窮屈なアンブッシャーを強いられてます。吸い取り紙を折って入れてる人、それ多いですね、多いです、多いです、多いです。早くサックス再開したいです。ミカちゃんもなんかね大変そうでね、ちょっと聞きましたけど忙しくて大変、ね再開したいですね。
僕なんかすごく楽に出る音が楽に出るセッティングで吹いてます。なんかうちの生徒さんもみんな基本そんな感じですね。あ、そうで、ちょっとじゃあ、さっきのちょっと小技、指の小技の、話にちょっと戻りますね。途中まで言いかけたからせっかくなんで、小指を押す離すっていう動きをこういうやり方でやってる人、すごく小指の指の負担が大きいです。指を押したり離したりって、小指そんな力持ちじゃないんで、すごい大変なんで早く動かせないですね。そういう時にですね、押して離す時は見てください。こう押したら外してあげればいいんですよ。押した後外してあげたら簡単にキーが勝手に戻るので、よいしょって持ち上げる必要ないです。押したら外せばいいんです。外せばいいです。でしかも押して離すどころかかすらせたら一瞬で装飾音符決まります。どうなるかっていうと、こんな感じ。これはなかなかね、すごい役に立ちますよ。翌日の部活の視聴覚室には吸い取り紙をしてました。視聴覚室、必ず視聴覚室。おー、なるほど、ほほ、そうそうそう。で右手の親指、あの小指、下の胴を押すのめっちゃ大変ですね。下の胴押したつもりが浮き上がってきてミスっちゃうっていうね。その技は知らなかった。小技いただきます。これは僕が自分で感覚でやってって自分で体得したものなので、他の人がどの程度こういうことやってるかは知りませんが、僕の中では超効率がいいです。小指が言うことを聞いてくれないで、下の胴を押さえるときに小指で押さえちゃうと力が負けて起き上がってきちゃう。であとはもしくはここのキーの動きとここのキーの動きが違うことに気づいてない人も多いですね。見えてないから、ここのキーはこっち方向に動きます。こっち方向、ところがここのキーはこっち方向に動きます。これを同じように押しちゃうとそもそも力が変な方向に行っちゃうので、こうこうこうって言ったら、この指はむしろちょっと前に押すようなつもりで見てください。前にちょっと前にずらすだけで閉じるでしょ。ちょっと前にずらすだけで閉じるでしょ。別にこう押す必要ないんですよ。ここはちょっと前に押せば閉じる。アギーさんの YouTube 動画見ていて、素早い小指の動き見てましたよ。お、さすがですね。さすが。カノン楽しいです。初体験すぎます。そうでしょ。だからレッスンって知らないことをどんどん知っていくとね、楽しいんですよ。で、しかも今言ってたことって絶対に誰でも、こう外したら誰でもキーが、俺のキー外してもムニョーンって戻るんだよねってことないじゃないですか。私のこと言われてるんです。これ誰でもできる現象なわけですよ。しかもこれもね、これもキーの向きがみんな一緒だから、前に押せば誰でもこうなるでしょ。だから効率がいい方法は山ほどあるんだけど、基本世の中でそういうこと教えられてないんですね。めちゃモテで初めて、見て知りました。お、左手小指、すごい。ライダー、自分で気づいた。素晴らしい。すごいですね。だからあんまりそういうテクニック使ってる人も少ないかもしれないですけど、絶対効率いいですね。で、あとはその、小指が上がってきちゃう人は、さらに、指で押さないで、この3本指を押さえておいても、手の甲ってこうやって動かせるんですよね。うまくリラックスできてると。ここがうまく動かせるようにしといてください。力んじゃうと難しいけど、ちゃんと3つ押しながら、こうやって柔軟性が保てるように、練習してみてください。そうすると、ここの小指は小指で押さなくても、手をこのまま固定したまま、こっちにウェイトを移すだけで、もうバッコンバッコン押せるでしょ。ほら、パコーンって押せるでしょ。これ今小指動かしてないんですよ。手の甲だけこう動かしてるだけです。このままこうやってるだけです。ウェイトを動かしてるだけですね。ウェイトをずらしてるだけ。なので、小指苦手な人はね、こういう工夫も必要ですね。なんか今日レッスンばっかりだな。今日レッスンばっかりしてるな。曲いきますか。では、はい、わかりました。
はい、練習します。ではそう、小指は手首で、そうですそうです。こんな話もね、いつも配信のポコちゃんの配信でも、したりしております。ぜひぜひ、配信アプリポコちゃんをインストールして、そっちの方にも遊びに来てください。概要欄にリンク貼ってあります。変わらぬ思いきましょう。ありがとうございます。さくらちゃんブラボー、ありがとう。しびるるわー、なんか間違ってますよ、ごじってますよ。しびるるわー、だってしびれるでしょ、しびれるでしょ、わかるけど、しびれるね、しびるるじゃん。ライブで聴けて最高です。私もハギさんのようにしっとりかっこよく吹いてみたいですね。楽しいですよ。ありがとうございます。
変わらぬ思い、お送りしました。ゆうさんなるほどです、47さんイエイ、Nothing gonna change my love for you お送りしました。この曲大好きです、ありがとうございます。朝霧さん、そして、オレガノも嬉しい、さくらちゃんキュン、カオリンうっとり素敵です、そしてさくらちゃん店長、さくらちゃんは店長がお好き、曲だわさん惚れ惚れする旦那さんありがとうございます。さくらちゃんたまらないカノン満たされます、ありがとう、そして、皆さんパチ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 、ありがとうございます。素晴らしい、ライダー、香りそうですね、間違ってたね、そしてゆうなさんイエーイありがとうございます。いい曲だよね本当に。あれもう2時間もう2時間もやってるじゃんすごい、もう2時間にもなる。今日は喋ってばっかりだったね、喋ってばっかりでしたけど、でもかなり皆さんお役立ち情報がたくさんあったと思います。だってあんなに喋ってばっかりでもさ、ずっと60人以上の方が見てってくれてたもんね、あんなに喋りばっかりで60人以上ずっと見てくれてるんだから、結構やっぱサックスの興味がある方いっぱいいますね。ねえおゆみちゃん、はいねえ本当だ。あ、ミカちゃんありがとうございます。スパちゃん素敵、また病気良くなったらサックス再開しますので、その時レッスンもポッちゃんもファイトです、ありがとうミカちゃん。ねえミカちゃんには、本当にミカちゃんが、僕をポコちゃんに、誘い込んだ、張本人なので、非常に感謝しております。ミカちゃんありがとう。ねえ、すごく、つながりが広がりました。オレガンの勉強になりました。おゆみちゃんためになります。貴重なお話であっという間でした。本当あっという間だったね、レッスンが濃かったからかみんなね興味ありそうですね、ちょっと予想で聞けない話がね多いから、日頃配信アプリポコチャで演奏してるそうです、配信アプリポコチャ、また独学の私にはとても勉強になります。そう独学でもね、まあいいと思いますよ、いろいろためになることばかり、ありがとうございます。ゆうさんありがとう、ということでね、ありがとうございます。招き猫スパチャーありがとう、ナイススパチャー、またこっちの YouTube ライブもたまにやりたいと思います。ぜひポコちゃんの方にも遊びに来てください。概要欄に、リンクが貼ってあります。話が楽しいよありがとう、この間今日来てないな、今日来てない、この間よく何回か続けて YouTube ライブに来てくれた方がね、まあこの間もっとふざけた話もしてたからかな、あの中島みゆきの楽しいラジオのイメージ中島みゆきみたいすごいラジオ聞いてるみたいで楽しいっつって言ってくれてましたけど、初めましてなのにすごく楽しみました。本当にありがとう、カノンありがとうございました。ということでではでは皆さん、ありがとうございました。またお会いしましょう。ぜひ、ポコちゃんにも遊びに来てください。興味のある方はレッスンにも、ぜひお問い合わせください、神戸で毎月レッスンやっております。都内でも毎月2回レッスンやっております。まあ、オンラインレッスンもありますんでね、お問い合わせはSNS のダイレクトメールでも構いません、ホームページからのメールでも構いません。ジジニャンメジャーモデで譜面を購入し発表会知人職場の人相手に演奏してます。アレンジ最高ありがとう。模範演奏は超素晴らしい、ありがとうございます。子供の卒園式でストーリーを、涙しながら演奏し喜ばれました。いやーもう聞いてるだけで泣きそう、聞いてるだけでほろっときそうですね。ありがとうございます、嬉しい。オレガノ私も独学してますのでまたよろしくお願いします。はーい、香りありがとうございました。朝霧さんも楽しかったです、ありがとうございました。今日もさだまさしに負けないようなトークありがとう、ゆうさんありがとう、つぐさん素敵なエピソードね、本当ですね。みかちゃんありがとうございました。ではでは皆さんまたお会いしましょう。ありがとう。